はい、皆さん、こんにちは、ティー、ダーズメクーボーイ、介護職員山本キングです。去年の介護職員初任者研修の、確か1年前、ちょうどですね、多分、実習について、その前、6月には1回見学はあったけど、見学とその実習について振り返って語りたいと思います、マーティン。最初に行ったのが、苗津ですね、確か。苗津、ちょっと待っててください。確か、苗津は確か、どんな機能訓練か、いろいろありましてね。機能訓練、いろいろ。まあ、中には併設された肩車というものがありまして、まず、肩車の情報から先言います。飲み物はもちろん、まあ、介護職員初任者研修の実習でも、苗津にありまして、その隣の肩車は、コーヒーとかアイスコーヒー、いろいろパンなど、いろいろ、毎週、日替わりなんですが、美味しいです。はい。今ちょっと、苗津をちょっとお探し中です。確かに苗津、あの時はまあ、話し相手いろいろお話ししたり、相撲の話しました。あとは、風呂の、あの機械と小よくんどんな感じか見てきたけど、確かにいいですね。はい。いい施設でした。はい。確かにお昼のメニューに関しても様々なんですが、どのように食べたか、介助かいろいろなど、確かに大変でした。でも見学できても勉強になりました。確か、その1ヶ月後の7月、ちょうど1年経ちますが、私行ったのが、最初、特養の大山に行ってきました。はい。確か特養の大山はまあ、はい。いろいろありましてね。いろいろ。まあ、そうですね。料理作ったり、あとは、まあ、いろいろ生活、まあ、大体同じです。働いて、今働いているのとほとんど同じ感じなんですが、いろいろありまして、ちょっと資料を今お探し中です。確か、特養大山には、ルールがございまして、目的としては、体験の理解と技術、あとはまあ、コミュニケーション技術などいろいろありましてね、最初確か、館内の案内費から始まって、あとは、ユニットで研修、まあ、上の方で研修し、コミュニケーション方法、あとはユニットの生活、家事支援、全般などいろいろ、理念とか、あと、ご飯の出し方、あとは、風呂の入れ方についていろいろ勉強になりました。温度の調整も含めて、はい。あとは昼食休憩、あとはユニットの研修、そして記録を出して終了。記録多分時間かかりましたけども、時間の合間にちゃんと書いて、音楽聴きながらやってます。はい。やって提出しました。これはいい勉強になったかと思います。それから、デイサービスを終えます。確か、スケジュールとしては、8時でお出迎え出発、9時でセンター到着。その際には健康チェック、機能訓練が基本で、入浴、喫茶、2日間やりましたね。10時に生活リハビリと、演技体操、12時に昼食、休憩、そして趣味活動、お手伝いなど、あとは洗濯、レクリエーション、個別外出、おやつ、ストレッチなど、4時15分に送り、あの時夏祭りだから夏祭りのやつもやった。私もレクリエーション参加しても圧勝でしたね、確か。はい。覚えてます。自分でも体験して、はい。まあ食事はまあ季節の食材を自社、厨房で症状より、キノコではマシン、生活リズム、トリムなど、趣味、野外活動はカラオケ、畑、木折り、ショッピング、果物狩りなどいろいろございますね。特徴としては、まあ、デイサービス大山としての特徴は、ヒノキを使用した小浴。あとは、基本的に小浴です。機械浴も中にいますけども、ご周囲の機能訓練まし、あとは児童館との交流、ありましたね。はい。まあ、いろいろ働いて、といった体験してみて、まあ、確かに大変なことは大変だけども、勉強になりました。あとはまあ、
書くことも大変だけども頑張りますって意味。車椅子はそうだ、ダイヤの使用も確かに大変でしたけども勉強になりました。2日間頑張ったかなと感じました。はい。そしてもう一個は、あとはくし引きデイサービスの中での、その中の、家事援助ですね。はい。サテライトという家事援助。同行時のルールとしては、守秘義務を忘れない、個人情報を回さないのがルール。あとは自立、生活尊重、あとは生活リズムを崩さない、あとはヘルパーの指示に従って、わからないときは聞く、勝手に捨てず。確かに、どのように与えられたか、まあ、掃除も頑張りましたね。はい。確かに難しいということは難しいけど、考える時間、書く時間が大変時間かかったけども、なんとかひらめき勝負で、頑張りマーティンでした。はい。確かに思い出ありますね。おかげで、今の仕事も頑張ってはきています。はい。まだまだ課題はいっぱい残ります、残ってはやりますけども、はい。諦めない心を大切に、そして、ボーリング選手の声援を受けて頑張りマーティン、これからも。はい。あとはまあ今回の話はまあ他にもいろいろあるけども、そうですね、ここまでにしましょう。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。それじゃあさよなら、バイバイ。